いやー、年も明けましたよ。今日今現在がですね、1月1日の夕方4時ぐらいなんですよ。だいたいですね、元旦っていうのは1月1日の午前中のことを指すみたいでですね、ちょっとその元旦は過ぎてしまったんですけど、この1月1日の間にまた今年もですね、一応一本動画撮影しておこうかなと思って、この始まりの場所に撮影に来てます。明けましておめでとうございます。メイヤです。一応ですね、今年もですね、年明け0時に動画を投稿したんですけど、見てもらった人はいると思うんですけど、あれ結構時間かかったんじゃないかなって思うかもしれないけど、思ったほど時間はかからなかったですね、あの動画の編集に。むしろなんか年末の大掃除の動画の方がですね、ちょっと動画にノイズが入るようなことがあって、結構編集に時間がかかったっていう、そんな感じだったですけど。でですね、ちょっと1月1日、今日はですね、ちょっとあいにくの空模様ででして、天気が良ければですね、初日の出も撮影しようかなと思って、朝方起きてたんですけど、ちょっと曇りでですね、空が明るくなっても太陽は見えないみたいな、なんかそんな感じだったんですよ。それで結局、初日の出の撮影みたいなことはできなかったですけど、それでもですね、ちょっと昼過ぎてからはですね、ちょっと青空も見えるような感じになったんで、そんなに悪くはなかったかなと。これ雪とか雨が降ってたらですね、もうちょっと撮影自体来なかったかもしれないですけど、そういうことはなかったんで、1月1日に撮影に来てますね。あと実際ですね、年明けのおみくじっていうのをですね、今年も能登八幡宮で引きたいんですけど、今年はですね、そのコロナの影響なんかがあるんで、昨年はですね、三が日を外して、4日の日に行ったんですけど、今回はですね、さらにそれから遅れて、そうだな、7日とか、そのあたりを狙っていこうかなと思っております。さあ、着きましたね。さあ、今年は何をちょっと祈っておこうかなという感じですけど、昨年はですね、本当1月1日に健康を祈願したところ、もうその1月の間にですね、もう熱が出て咳が止まらなくなって、もうその翌月にはですね、もう肺がんの疑いっていう、もうちょっと散々な感じだったんで、そんなにですね、その神頼みは当てにならないっていうのは分かってるんでですね、もう適当なことでいいかなと、もう大したことを祈る必要はないかなっていう、そんな感じですよ。というわけで、何にしようかな、今年は何を祈ろうかな。さあ、やってまいりました。なんか子供の頃なんかもですね、こうやって毎年その正月にお参りに来てたんですけど、大体こうやって鐘を鳴らして手を合わせる、そういうなんか儀式みたいな感じでやってたからですね、特に願い事っていうことはしてきてないんですよね。だからいざ願えって言われたらちょっと困っちゃいますね。あとですね、この入れるお賽銭とかなんですけど、もうこのこういうなんか端た金でですね、そういう願いが叶うっていうのはちょっと虫が良すぎるんじゃねえかなって思うんですよ。でも一応今年もですね、105円ですね。去年と全く同じ感じなんですけど、100の5円がありますようにということで、今年こそはですね、チャンネル登録者数が100人いけばいいかな、みたいな感じで、ちょっと105円入れようかなと思っております。じゃあ、105円を入れて、入れた後にお願い事か。そうだな。やっぱりですね、コロナが早く収束して、普通に生活できるようになればいいなと思っております。さあ、行きましょうかね。今回はちょっと短かったかな。無駄な話をしないように今年は心がけようと思ってるんでですね。でも一つだけちょっと無駄な話していいですかね。よくですね、こういう初詣に行って学生さんなんかがですね、合格祈願っていうのをやるんですよ。
でもあれはちょっとどうなのかなって思うんですよね。例えば単純に合格できますようにって言うけど、その合格できるかできないかっていうのはですね、もう本人の努力次第だと思うんですよ。で、その自分の努力を神に頼むのはちょっと違うんじゃねえかなって思うんですよ。だからまあ、受験生なんかが神頼みする場合は、試験でですね、まあ、自分の知ってる問題が出ますようにっていう、まあ、そういう神頼みをした方がいいんじゃないかなと、まあ、自分はちょっと昔から思ってましたね。まあ、ただその話です。というわけでですね、今年、まあ最初はですね、まあこんな感じで、新年一発目の1月1日のうちにですね、家の近くの神社で、まあ今年1年のお参りをするっていう、まあそういう動画でした。まあ今年も1年ですね、めいやめいやの動画、よろしくお願いします。それではまた。